レベル2のゴラド、ロクケラトプスはレベル3、ライフは無傷の5。なんかあんたの方が優勢に見えるだ。ライフやスピリットの数だけでは簡単に判断はつかないもんさ。そんだの？それにここまでのバトルを見た限り、ダンのカードの巡りは良くないわ。スタートステップ、コアステップ、ドローステップ来た。メインステップ、戦士グスタフ、レベル2からレベル1にダウン。同じくロックゴレム、レベル3からレベル2にダウン。そして剛腕爆砕巨人、ダグラス召喚。3コア追加、爆砕巨人ダグラスをレベル2に。アタックステップ、爆砕巨人ダグラスで攻撃と同時に粉砕の効果、相手のデッキからこのスピリットのレベルと同じ枚数を破棄する。爆砕巨人ダグラスはレベル2、よって2枚を破棄。ジークブルム。さらに破棄したカードの中にスピリットがあれば、相手のコスト3以下のスピリット1体を破壊できる。雷王竜ジークブルムがいたね。よってロクケラトプスを破壊。ここまでカードの効果、この先がメインのアタック。爆砕巨人ダグラス、剛腕アタック、ゴラドンでブロック。ターンエンド。わずか1回のターンでこれだけやられるなんて。彼はただのコレクターじゃなかったね。青の特性はデッキ破壊。うまく相手のキーカードを消せば自分のペースでバトルを行えるの。ダンの雷王竜ジークブルムを破壊したように。落ち込むよね。お前すごいな。俺は相手が強ければ強いほど燃える。僕そういう汗臭いノリ嫌い。今決めた、徹底的に行くから。メインステップ、ロックゴレムをレベル2にダウン。爆砕巨人ダグラスをレベル1にダウン。スズリのやつ、コアを集めている。これだけの数が必要なスピリット、まさか X レア。その通り、青き神の拳、破壊王、英雄巨人タイタス召喚。タイタスは召喚時の効果で相手のデッキを10枚破壊。なんだって。エクストラドロー、ビクトリーファイアまで。さすがに動揺したね。まだまだ続くから。メインステップ、ロックゴレム2体を共にレベルダウン。いくよ、 X レアその2、青き神の拳、英雄巨人タイタス召喚。英雄巨人タイタスは召喚時の効果、相手のデッキを10枚破壊。うわー、まだカードがなくなっただ。次にデッキ破壊を食らったら。3コア追加して英雄巨人タイタスをレベル2にアップ。戦士グスタフとリザーブからコアを移動。コアの移動でスピリットをレベルアップか。抜け目ないわね。アタックステップ、英雄巨人タイタス、蝶のように舞い、蜂のように刺す。ライフで受ける。続けていくよ、英雄巨人タイタスでアタック、蝶のように舞い、蜂のように刺す。パート2、ライフで受ける。ターンエンド。手段はライフで受けてばかりで、スピリットでブロックしないんだ。ダンには英雄巨人タイタスの BP9000 に勝てるスピリットがいないの。ダンがスピリットでブロックすれば、英雄巨人タイタスのレベル2の効果、デッキ破壊が発動。そうなればデッキアウトでジ・エンドってわけだ。そんな。メインステップ、戦士グスタフをレベル2、
ロックゴレムレベル3にアップ。アタックステップ。英雄巨人タイタスでアタック。決めろ、神の拳。ライフで受ける。続けて英雄巨人タイタスでアタック。ライフで受けるしかないんだよ。ターンエンドというゴングに救われたね。ダン、よくここまで頑張ったわ。デッキ破壊で雷王竜ジークブルームを消されたのが痛かったわね。ジ・エンドかよ。ダン、スタートステップ。辛くないの？コアステップ。虚しくないの？何が？負けると知ってて戦うの？いや、勝負は最後までわからない。どこまで熱苦しい。みんなそう言うんだよね。そのペラペラのデッキで何ができる？何ができるかな。でも俺が希望を捨てない限り負けない。それが真のカードバトラー。サンキュー。ドローステップ。最後まで諦めないでよかった。メインステップ。究極竜激震王カタストロフドラゴン召喚。最後の最後でエクスレア。ダン、オーマイガー。さすがエクスレア、マジでかい。ヘリマキリザード、コラド、力を借りるぞ。2個は追加で激震王カタストロフドラゴンをレベル3にアップ。アタックステップ。激震王カタストロフドラゴンでアタック。激突の効果で相手のスピリットは必ずブロックする。ロックゴレムでブロック。EP2 万だなんて。召喚コスト5以下のスピリットがブロック時、このスピリットは回復する。マジ？続けてアタック。ロックゴレムでブロック。勝負あり。再び回復。連続攻撃。いやー、さらにアタック。戦士グスタフでブロック。勝負あり。またまたアタック。爆弾巨人ダグラスでブロック。勝負あり。そして回復。2体の英雄巨人タイタスは疲労状態につきブロックできない。なのでこれがラストアタック。嫌だ。ゲッ、究極竜激震王カタストロフドラゴン。神の炎で全てを焼き尽くせ。ダマストーク。やめたは。分かった、もう大丈夫だよ。また会おうぜ、激震王カタストロフドラゴン。よかった。ああ、僕のエクスレアが。楽しかったよ。またバトルしような。あ、いろいろあったけどこれでノーサイドだな。あ、いって。今度は負けないから。そんなのあり。ごめん。素直じゃないんだから。お元気で。ありがとう。行くよ。先生。 I'll be back。 先生。あの子同じカードバトラーなんだから一緒に旅すればいいのに。あんなカードコレクターと僕たちを同じにしないでおくれよ。彼は暗いというよりうちに秘めるタイプね。バトルしてる時の彼から青いオーラを感じた。普段は閉じてるだけで本当はすごく激しい子だと思う。うん、あいつ見た目と違い熱いやつだ。バトルした俺が言うんだから間違いない。そうかな。ヘッチ。誰、僕の噂してるの？ここどこ。ダメかもしれない、ダメじゃないかもしれない。
息を吸ってさ行こう、また笑ってさ行こう、君が待ってる。デッキを直接攻撃する恐ろしい効果なんだ。どんなに強いカードも破棄されたらどうしようもないった。ソフィアです。名残惜しくて予告を担当します。いよいよリオレ舞様の登場です。次回バトルスピリッツ少年撃破団紫の闇魔界七将ベルゼビート参ります。バトルスピリッツはバンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。